お忙しいところ来ていただいてありがとうございます。ぬかがさんだけではありませんけれども、私の所属します参議院財政委員会での、承認喚問が、中止になったということを踏まえてですね、我が党としては森谷さん、ぬかがさん、そして今焦点になっている秋山直樹さんの3人を承認喚問を求めて財政委員会でも理事懇を続けてきたわけですが、結果的に中止になったということを踏まえて、特に額賀さんをなぜ承認喚問なのかという点で我が党が要請してきたのは例の宴席問題ではございません。他のことを中心に求めてきたということで、あります。でその時点において明らかにしたかったことはいくつかありますけれども、そのうちの一つの、資料が入手できましたので、興味のある方ない方いらっしゃると思いますが、一応ご報告をしたいということでお集まりをいただいたという点が中心でございます。いくつかのうち承認喚問でお聞きしようと思ったいくつかのうちの一つが、アメリカので開催 される日米戦略会議、これは前提申し上げておきますと、任意団体が主催する、しかも日米の防衛企業がほとんどの費用を負担をする、そういう会議、しかも兵器の見本市も開催される、議論の中身も集団的自衛権をどう実際問題実行していくかとか、憲法を変えることを視野に入れたことまで議論されるし、ミサイル防衛あるいは武器輸出三原則を撤廃するというふうな軍事企業の儲けに直結するような議論がされている会議でございます。いずれにせよ任意団体の会議ならば国会議員は自費で行くべきだと、自分の費用で行くべきだというのがそもそもございます。でそれについてもう何回か額賀大臣に私は質問してまいりました。お手元に参考までお配りしたのが、11月2日付で、大臣にあごめんなさい、質問あいついいあの5日に返答があったやつですけれども、その参加費用云々について、質問してきたところでございます。で、いくら払ったかわからないけれども自分で負担したということをしか答弁をなさっておりません。秋山直子氏本人に外務省を通じて確認したら本人は20万各先生から20万を集めていたということを言っておりますが、実際に20万本当に払ったのかどうかも定かではありませんが、一応そういう話で来たんですが、今日は入手した資料できますと、これは分かりやすく言えば2枚目の方に、1枚目は独立行政法人の国際交流基金が、提出してくれたやつをそのまま額賀さん以外の議員はちょっとちょっときつすぎると思って、とりあえず名前を消してありますが、生の資料でそのままつけてあります。で2枚目を見ていただきますと、その時の助成金の金額をそれぞれ私の方で入れた資料が2枚目で、これは私の事務所で作成したものでございます。どういうふうに見ればいいかと言いますと、この助成事業そのものは、議員が参加するときに、いろいろ名目あるわけですけれども、日米交流という名目あるわけですが、それに対して助成するという明確な、助成金になっております。したがって、例えば19年度で見ますと、5人の議員が、助成を受けて行っているというのを、国際交流基金が報告をしてくれたということです。で、その助成金額は私の方で全部調べましたが、400万、100万、400万、400万、500万となっています。分かりやすく言えば2005年で言えば、4人の議員が参加していると、それに対して400万ですから、全く1人100万円の国からの助成を受けて任意団体の会議に参加をしたというふうに見てもらえると分かりやすいと思います。今までこの議論は全体で百数十万円かかるうち
それぞれいくら払いましたかという質問が多かったわけですけども、まあ、20万とかいろんな話があったわけですが、その角度ではなくって、助成金そのものが、この頭割り、この人たちに言ってるわけですから、1人にするとそれぞれ割っていけばいいと。2003年も5人が参加して500万ですから、1人100万と。これは明確にそういうことが関連付けられる資料でございます。ということですね。で、ただ、18年度がですね、助成者なしと書いてあります。これは交流基金が出してきた資料そのものにもプログラムへの助成なしと、ただし助成金として100万円支払われているのは何かと言いますと、これはこの時もワシントンで会議あったんですが、まあ、例の秋山さんの協会というのはいろんなこう処理が不明確なところあるんですけども、この助成金出した100万というのは、日本で、開催された、まあ、日米で一回ずつやるわけですけど、日本で開催された時の、アメリカの人が来ますから、その通訳料として助成したということで、海外、アメリカの会議に参加した人はいるんですけども、この年は、それに対して助成がはしてないと。で、これは、すべて、秋山氏が、事後、助成金は、最初は申請をして、そして助成を受けて、事後報告書を出さなきゃいけないんですけども、秋山氏自身が事後報告書の中でこの議員の人たちに助成をしましたという、秋山氏が国際交流基金に事後報告で出した資料ということになるわけでございます。もし各議員が違うというならば秋山氏に確認されるべきだと思いますけども、まあ、公の資料ということで、ございます。で、ちなみに初めて聞く方に申し上げますと、この助成の対象というのは議員の、渡航費、向こうでの宿泊費、プラス通訳がかかれば通訳料と、この3つに対して助成がされるということになって、おります。一応この資料についてはそういうことで、もしご質問あればというふうに、思います。黒塗りにしてあるのは私の方で黒塗りにしただけでございまして、交流基金は全議員の名前を載ったものを出してくれてますけども、私はまあぬかがさん中心で他の議員はちょっとワンクッション置いた方がいいと思いますので、私が黒塗りをして今日皆さんにお配りしているという関係に、なります。